ウィリアム・ヘンリー・スミスは、イギリスの政治家、実業家、W.H. スミスの社長として活躍した後、政界に転じ、保守党政権下で、閣僚職を歴任した。バニティフェア氏に描かれた似顔絵1825年6月24日、新聞や書籍の販売業者、W.H. スミスの創設者、 ウィリアム・ヘンリー・スミスの息子としてロンドングローブナースクエアのデュークストリートに生まれる。タビストックにあるグラマースクールを卒業した。21歳の時から父と共に WH ・スミスの経営に参画する。鉄道橋時代の中、駅の構内での書籍の販売量の拡大に成功し、1850年にはダブリン、バーミンガム、マンチェスター、リバプールに 新聞の卸売倉庫を所持するに至った。1857年に父が引退し、代わって社長となる。やがて政治家への転身を希望し、政治活動の時間を作るために1864年にウィリアム・レスブリッジをパートナーとした。さらに1874年には政治に専念するため、社長を辞職している。1868年から1885年に、 かけて、ウェストミンスター選挙区選出の保守党所属の庶民院議員を務める。ついで1885年から死去する1891年までは、ストランド選挙区から選出された。第2次、ディズレーリ内閣では1874年から1877年まで、財務政務次官ついで1877年から1880年まで、海軍大臣を務めた。 1880年にディズレーリ保守党政権は総選挙に敗れてグラッドストン率いる自由党に政権を奪われた。ディズレーリは総選挙の敗北で崩れかけた保守党組織の引き締めを図るべくスミスを委員長とする党改革委員会を設置させた。しかしスミスは委員会執行幹事のジョン・エルドン・ゴーストと対立を深め、ゴーストをランドルフ・チャーチル卿率いる 党内反執行部勢力、第四党に追いやってしまった。1882年7月6日には、野党保守党を代表し、イギリス反植民地エジプトで発生した、ウラービー革命の武力鎮圧を訴え、グラントストン政権に腰を上げさせた。第一次ソールズベリー公爵内閣では1885年6月から1886年1月まで、陸軍大臣、 ついで1886年1月中の5区、短期間アイルランド担当大臣を務めた。第二次ソウルズベリー公爵内閣では1886年8月から1887年1月まで、陸軍大臣、1887年から死去する1891年に、かけては第1、大倉卿、庶民委員内総務を務めた。 1891年10月6日にご校長官の邸宅でケント州に位置するウォルマー城で死去した。66歳だった。夫人の初代ハンブルデン女子爵エミリーとカズメ1858年にエミリー・ダンバースと結婚し、彼女との間に以下の6子を設けた。ありがとうございます。